洋菓子ホウエストは、東京都中央区銀座7丁目に本社を置く、主に、ドライケーキやパイ、クッキーなどの洋菓子の製菓会社である。別称としては、銀座ウエスト。創業者のヨダ智一により、第二次世界大戦後まもない1947年に、銀座電通通りで、レストランとして創業される。しかし当時の日本人の平均月収が5000円に、いかない時代に、 フルコース料理を1000円で提供していたため、開店後半年余りで都が施行した条例に伴い、成果部門のみを残し、喫茶店として再出発する。多数の文化人が集う喫茶店として人気を博すとともに、その後1950年代は大型の蓄音機を設けるなど、銀座という一等地でコーヒーや菓子以上に文化を提供するサロンとしての役割を果たすとともに、 今日までクラシックなスタイルを維持し続けていることで知られる。また、同社の代表的製品のドライケーキは、1960年代からの主力製品として、贈答用に多数用いられており、パイ、クッキーのみならず、喫茶店のみではあるが、ショートケーキやシュークリームなどもメニューとして加わっている。1967年には、青山に喫茶店をオープンさせ、 その後も、目黒や原宿にも店を構えていた。また、都内の各百貨店にも売店が設けられている。創業当初から、真面目な味を心がけていますとの謝罪のもと、関東地域限定で今日まで一貫した経営を続けている。1980年代から1990年代、後期まで、テレビ東京、最初は語るや TBS で午前11時半に、 放送されていた JNN ニュース1130などで CM が放映されていたことで知られる。CM では、こんにちは、ドライケーキのウエストでございます。とのナレーションをフィーチャーし、つぼみの状態の花が完全に咲くまでの映像を流していた。2009年4月より文芸春秋にて著名人によるショートエッセイ、風の歌が掲載されている。もともとこの 風の歌は銀座店の創業当初から店内で配布されている小冊子で各界著名人から一般客まで視野三分等、それぞれの思いの丈を寄せてもらうという試みを今日まで続けている。現在は同社のウェブサイトから一般人による投稿も受け付けている。ありがとうございます。